たのじです。2020年4月の28日、えー、ロト6、1477回、えー、4口買って1つ当たりました。で、ここ最近、5回のうち4回当たってます。で、こんな感じですね。ABC で えー、4つ買って最後の1つが当たりましたで今回「ロトシックス」第1477回当選結果なんですけど、えー、当選番号が自分は4つしか買いませんでしたっていうのは前回の当選数字見て 難しいなと思ったのとこれ当たらないなと思ったんで数を抑えました通常だいたい5口買うんですけど5口以上は買いませんで今回 ABCD でこの04なぜか04が全部入ってるんです、えー、あとはこの自分は今040809を中心にこう買ったんですけどこの3つともね でこの下に 0k を14に変えてでで、えー、だけが後藤が当たったってことなんですけど32ここも32ですよねあと25ただこ,この選び方が失敗だったかっていうことはどうなんだろう、うん、失敗だったかもしれないんですけどねで自分の攻略法 というか、一般的な攻略法ロトシックの攻略法ってもう何回も言ってますけど、あのー、この3つの攻略法っていうかあの物差しがあるっていうことで常に考えるんですけどこれ YouTube で見てると多くの方がやっぱりこれ入れてますよね。えー、1つ目が前回の当選数字を1個入れる。で、 2つ目が前後の数字を1個入れるで3つ目が下1桁が同じ数字を1個入れるってことなんですよ。で多くの方がこれをやってて過去こう自分あの過去の数字を見ても大体この中で5つ渡ってて1個だけこれ以外の数字を持ってくるっていうことだったんですよ。ですけどやっぱりじ自分が難しいと思ったっていうのはその。 404142っていうのが出た時点であれ難しいなと思ったんですよ。なんとなく何回かこうロトやってる人ってこう分かると思うんですけどでその25と32だけなんですよこの中の数字から入ってるのがで1234ですよね04131427っていう数字はこれ以外の数字なんです。 そういう意味でこれ難しかったんじゃないかなっていう判断なんですよ。ただこじつけとしてねこの,の40を0を取って04にするとかっていうこじつけはできますよね。まあそういう捉え方の人も多分いると思うんですよ。でこの27っても結構過去に出てきた数字ですよね。 前回06が4回5回ぐらい出てましたけどで2七も3回ぐらい出てたんじゃないかな過去そういう意味でこの2七を入れた人がいたんだかで今回あの今回あの,その当選のこれなんですけど 1党が2人出てるんですよね。1億7700。2人出てるんですよ。で、6党が6人、840万。で、3党が279人。で、六党、あ、2党が6人いる,いるんですけど、 過去こう見ると少ない時も多い時もあるんですけど多い時は18人とかね12人とか少ないとか2人とかってあるんだけどそこそこの人が当ててるってことなんですよね。でこの3頭の279人これも大体通常の200人台なんですよ。だから一般的に意外と当ててる人が多かったっていう印象ですかね。 だから物差しとしてこの攻略法の3つのこのを物差しにするっていうのも一つの方法だけどこれ以外の何かしらを考えないといけないってことなんですよね。た,、ま、ただたまたまこの数今回の数字この中から2つしか入ってなかったと。でこのボーナス数字も一応この中に入ってるんですけど。 だからこの4つの数字っていうのはこの中に入ってない数字なんでじゃあその数字をどう選ぶかっていう時に違うこれプラス違うなんか方法を考えないといけないのかなってことですよねただこのこの3つの物差しって結構有効だと思うんで今回はたまたまダメだったけどデータを取っていけば必ずあのこの方法っていうのは 結構有効なあのー、物差しには違いないと思ってます。で次回も自分はこれを中心としてやってるんですけどただ今回、あのー、自分がたまたまこうたまたま当たったっていうのかなそれもそのさっきの数字プラス自分の場合はこれ数字を決める時にこの方法で 必ずやります。で、ネットで買うんで、そのマークシートをチェックしていくときに、前も言ったけど違和感がある、あれこれおかしいかな、こうかなっていう、その時に応じてちょっと数字をいじく,りいじくるんですけど、それがたまたま今回、あの、一つ当たったっていうことで、たまたま,たまにすぎません。だからたまたま当たったっていうことなんで、 あのー、当たった当選この番号にそんな深い意味はないと思ってます。ただ回数を多く重ねないとそそのののの雰囲気ととかかか数字のこう伝わり方っていうのかななんかそういううううななんんがあると思うんですよだから1回2回じゃなくてこれ継続するってことが一番大切なんで一度にだから極地を上限にして回数を多く買うっていうそれで数字を常に考えて向き合うっていうそれが 一番自分には大切かなと思ってます。ということで、後藤が一つ当たりました。以上、たのじでした。